ことあるんですか。それではどうぞ締めさせていただきます。お待たせいたしました。本日は十国協議会にご乗車いただきまして、誠にありがとうございます。この協議会は全長316メートル、高低差101メートル、平均勾配18度、最急勾配22度でございます。十国峠とは山頂よりはるか十カ国が寄せたことに名付けられました。その十国とは昔の呼び名で、水、駿河、道東、海、信濃、武蔵、上総、下総、阿波、相模の十カ国で、標高770メートルの山頂からの展望は南箱根美智の景色を誇っております。また右手芝生奥には鎌倉幕府武田将軍源実朝が十国峠へ奥平に浮かぶ初島に寄せては返す白波を見て歌った歌碑が建てられております。歌碑の先には日金山総工事体験コースアスレチックもございます。何が可愛いか分からない。ご乗車いただきましてありがとうございました。まもなく峠に到着でございます。お出口は進行方向左側となります。足元階段ですのでご注意ください。お帰りのケーブルカーは次は35分、その後15分おきに出ております。またドア付近のお客様恐れ入ります。ドアが内側に開きますので、黄色い線より下がってお待ちください。お帰りのケーブルカー乗り場は反対のホームとなります。ではドアを内側に開きますのでご注意ください。ドア開けます。帽子など飛ばさないようにお願いします。それもあるし、やっぱ散策というか面白いかも。なんかね、だいぶ80ぐらいの路地がいるさ、もう言えば、ね、なんていうの、足に膝が変わってもできない人、まあ、ゆっくりでいいですよ。そのままかがんでさ、悟りしてる人なんだよ。それやまいことさ、どういうふうにと駆け上がっちゃうんだって。やっぱ面白いだよ。だから死ぬほど本当に楽だ。草むしりなんだけど、西のところであんなもん一文上もらめっていう。あ、どうぞ。間に合っちゃう。山頂からの天候はいかがでしたでしょうか。本日は天候にも恵まれ、この斜面の反対側、東側の景色となりますが、湯河原の町並み、真鶴岬、遠くは三浦半島、また相模湾に浮かぶ初島、遠くは水大島がご覧いただけたらと思います。またさらに条件が良ければ東京スカイツリーも見ることができます。
十国峠からスカイツリーまで直線距離で約100キロでございます。変わりまして進行方向右で西側の景色となりますが、大きな山が見られます。標高1504メートルの足高山でございます。足高山には右手には本日大変富士山が経由をご覧いただいております。正面に目をつけていただきますと、一見湖に見えますのは駿河湾でございます。左手より小さな山々が点々としておりますが、一番右端が沼津市の中心街でございます。またその手前は富士の白雪、朝日で溶けて流れて三島に注ぐと農園市で調べております水の都、三島市の指令でございます。なお遠くは本日御前崎がご覧いただけます。上り口駅到着でございます。出口は進行方向右側です。ロビーのお客様はドアが内側に開きますので、エルシーに下がってお待ちください。また車内に落とし物を忘れ物ございませんようお待ちください。またのご乗車心よりお待ち申し上げております。お疲れ様でした。上り口駅到着でございます。よし、じゃあこちら開いてやります。ちょっと開けますね。はい、お疲れ様でした。